松田道幸松田道幸は、日本の内務官僚、政治家、大津県令、滋賀県令、東京府知事などを務めた。琉球処分において、中心的な役割を果たしたことで知られる。鳥取藩画老、宇田野氏の家臣、久保井明の自治として生まれる。はじめ範囲、木下和恵に養われ、後、松田市太夫の志士となる。藩校久官と官園に学び、幕末は、 尊老上位運動に傾倒していた。明治維新後に内務官僚となり、明治2年京都府大三次明治4年大津県令翌年は滋賀県令に就任し、明治8年には内務大進に転任。同年、琉球処分官として沖縄を視察。以後、明治12年まで琉球処分官として琉球、沖縄を3度訪問し、 明治12年の琉球処分団交に尽力した。同年、東京府知事に就任。遠い琉球と日本本土と往復する処分官としての激務に、心身の健康を害していたのか、明治15年に満43歳で死去した。京都府第三次時代の教師として、京都府顧問、山本角馬の記載がある。山本は家では講座を開いて、 政治や経済に関する講義をされた。これに習った地名の詩を挙げると、会員では、牧村正直松田道幸、藤村四郎らである。松田も藤村も、牧村の下の会員で、後、松田は、滋賀県知事、東京府知事、藤村も大阪府知事に移転した。中でも、松田は最も、山本と親交があった。 滋賀県令時代より地方制度改革を構想しており、内務大、進む時代には地方三新法の制定の中心となった。青山、2013、163、松沢、2013、103から105。ありがとうございます。